はい、どうもこんにちは、元です。今回はですね、前回の動画の続きとなっておりますので、前編を見ていない方はそちらをご視聴してからこの動画もよろしくお願いします。このテーマとしましては、今後 CHR が高騰していくのではないかというカードたちを紹介していきたいと思います。購入はあくまで自己責任でよろしくお願いします。まず1枚目はリザードン CHR です。メルカリでの高値では約1900円での取引が見られております。購入相場的には800円から1500円程度の取引が多く見られております。2枚目はテルナ CHR です。高値では1900円での取引が見られております。購入相場的には1400円から1700円程度の取引が多く見られております。3枚目は EV CHR です。高値では3100円程度の取引が見られております。購入相場的には500円から1000円程度の取引が多く見られております。4枚目はピカチュウ CHR です。高値では約2500円程度の取引が見られております。購入相場的には1800円から2400円程度の取引が多く見られております。最後はチリタリス CHR です。高値では3200円程度の取引が見られております。購入相場的には2700円から3100円程度の取引が多く見られております。前回動画でも話しましたが、現状でも価格は上がっているんですけれども、今後もキャラ、イラストリンクでカードの価格は上がる可能性はあると思っております。現状は高騰期であるため、本当に自分が欲しいと思うカードは購入していいと思いますが、相場を見ながら状態を見て購入することをお勧めしたいと思います。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。